it's me, Chiki さん。今日はミレさんと一緒に、フォニックスのまた違うルールを一緒にトレーニングしていこうかなと思います。今日は、チ、シ、というこの3つのちょっとね、日本人の方には少し難しいかなって言われてる音3つをトレーニングしていきましょう。なんかそれぞれの国によってやっぱり言いにくい音っていうのはどうしてもあります。なのでね、皆さんもそんなになんか言いにくいからどうしようとか思わなくても大丈夫だと思います。例えば私アメリカ人の友達にもこの間カナダに行った時も言われたんですけれども、座ってくださいと触ってくださいの発音の違いがわからないって言われたことが人生生きてきて2回ありました。で、これはどうぞ座ってくださいって言いたいんだけど、どうぞ座ってくださいって言うとちょっとおかしな意味になるから気をつけないといけないでしょみたいな感じで外国人の方から言われると、あ、みんな発音でやっぱり困ってるんだなっていうことがなんかしみじみわかりますので、皆さんもそんな緊張されずに、まあ、少しずつできるようになっていけばいいなとは思いますけれども、まあ、自分だけじゃないということを分かっていただけたらなと思います。はい、座ってください、触ってください、ね、私たちにとってはすごく音が違うように聞こえるんですけれども、やっぱり外国の方にしてみれば一緒に聞こえるっていうこともありますね。という感じで今日は、まあ難しい音ではありますが、トレーニングしていけば少しずつ出せるようになっていきますので、そんなに焦らずやっていきましょう。まずは CH の、C だったら今まではク、そして H だったらというフォニックスの音になります。なので CH を合わせるとクハという音になるのかなと思いきや、実は音が変化しましてチチという音になります。どのように音を出すかというと、 T とか D に近い口の形、舌の動かし方になります。しっかり上顎にチってつけてチチチという感じで弾きながら音を出します。例えばポテトチップスのチップだったり、あとはそうだな、チューチチューチとかリッチリッチとかありますよね。リッチではなくリッチ、そしてチップスではなくチップスチップス、はい、というふうにちょっとかっこよく音を出してみる感覚でやってみるといいかもしれないですね。で、次が SH、 スハッとやりたいところなんですけれども、 SH が揃うとシュの音になります。 S と SH の音がコンフューズしちゃう方が多いので気をつけましょう。 S はス、 SH はシの音になります。例えば船のシップだったり、sheep sheep 羊さんだったり、それを sheep ではなく sheep 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 sheep、 違い分かりますか？ここ気をつけましょう。 she 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 she、 彼女の方は she、 見るの方は see になりますね。そして最後に th は軽く舌を歯と歯に挟みます。もしくは音ありでうううという音になります。こちらは音ありと音なしがあります。音なしの場合はマッマッ、音ありの場合はファーダーファーダーというふうに音を出します。この TH は日本語にはない口の形をするので難しいと言われる方が非常に多いです。でも慣れてくると自然できるようになりますので、最初はすごくぎこちなくなんか舌噛んじゃったとかなるんですけれども、だん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 こうやっていくうちに慣れてきますので、その意識しなくてもできる、この口の形ができるっていうところまで頑張ってトレーニング練習をしていきましょう。ではここでクイズです。今からある単語を言いますので、皆さんはどちらか当ててみてください。では第1問 3 3、 さあどっちでしょう。はい、そうです、こちらは T
tree ですね。tree 言いづらいですよね。tree だと木になりますし、three だと数字の3になります。では次第2問。think。think。はい。どちらですか？そうです。こちらは I think の think です。こちら本当に I think と言っちゃう方が多いので、think ではなく I think。think。ここが言えるようになるとかっこいいと思います。think はまた別の意味になってしまいますので、think。think。言えるようにトレーニングしてみてください。では、3つ目からはちょっと口を隠していきたいと思います。いきますね。mouse。mouse。さあ、どちらでしょう？はい、そうです。こちらは動物の mouse と言いました。口は mouth。mouth。というふうに発音します。mouse。mouth。はい、この違いになります。では第4問。bath。bath。はい。わかりましたか？そうです。こちらは bath。なので、お風呂に入る bath になります。プープーの方だと bath。bath。お風呂の方だと bath。bath。で、take a bath というと、バスに乗る。take a bath だとお風呂に入る。動詞が同じなのでこちらはちょっと間違えると伝わらないこともあるかもしれないので練習してみてください。 bath and bath です。第5問 ship。 ship。 はい、そうです。こちらは sh の方の ship と言いました。 sh でない s の方だと sip。 sip になりますので ship は sh の方になります。では第6問 see。 see。 はい、どちらでしょうか？こちらはそうです、海の方の sea と言いました。 sh になると sea。She, see and she. She goes to the sea の see ですね。では第7問。sheet, sheet。 はい、どちらでしょうか？そうです、こちらは sh の方の sheet ですね。はい、第8問。chip, chip。 はい、どちらでしょうか？そうです。こちらは CH の chip。 chip と言いました。T の方は tip。 tip はあれですね、海外にいた時にお金を払う、お金をエクストラで渡すやつ、 tip です。chip はポテトチップスとかのチップによく使います。フィッシングチップスとかのチップスですね。はい、これも日本語だと両方チップなので間違いやすいんですけれども tip and chip になります。第9問は cherry。 cherry。 はい、これは分かりやすかったかもしれないです。これは cherry で ch の方です。 cherry と terry。 cherry、 terryの違いになります。はい、じゃあラスト第10問は sick。 sick。 はい、さあ10問目、全問正解ですか？こちらは s の方ですね。 sick。 sick、 病気の sick です。はい、こちらを私は発音しました。 ch の方は chick。 chickになりますので sick and chick の違いになります。さあ皆さんどうでしたか？このch、sh、th、もしくはうのこの3つの音をまた練習してみてください。
この3つの音がきれいにできるようになるだけでまた発音がぐんと伸びると思いますので、ぜひぜひ頑張って何回もね、口の周りの筋肉に覚えさせる感じでやってみるといいかなと思います。それでは今日の動画がまた役に立ったという方はぜひグッドボタン、高評価お願いします。そしてコメントもたくさんいただけるととても嬉しいです。励みになります。それでは I will see you next time. Have a wonderful day. Bye bye.